空中でライオンがカモシカを攻撃します。ハイエナと野生の犬は獲物を奪い合います。これらの動物主観の競争は野生の世界の絵画に興奮を加えます。アントロープは捕食者の攻撃から逃れることができるでしょうか。信じられない、捕食者とアンテロープの間の30の壮大な戦い。自然界ではあらゆる種が本能に頼って食物を求めて生きています。肉食動物の場合は狩猟遠征をしなければなりません。一方、草食動物は新鮮な植物を求めて長い移動を始めます。さらに捕食者の攻撃を回避しなければなりません。それではカモシカは捕食者とのそのような容赦ない闘争に直面してどのように生き残るのでしょうか。アフリカの太陽は全ての動物を疲れさせます。ライオンは暑さに不快感を感じながらもあらゆる機会を捉えて狩りをします。地面に低く横たわっているクーズーカモシカにこっそり近づくメスライオン。警報が鳴り、クーズーカモシカは慌てて飛び散りますが、ライオンたちは準備ができています。クーズーカモシカは罠にはまってしまいます。猛暑の1週間を終えたライオンたちにとってこれは珍しい食事です。アンテロープは驚くべき走行速度と高いジャンプ能力を持っています。彼らは一度に数メートル飛ぶことができますが、逆説的ですがこれはライオンが逃げる時の狙いと完全に一致しています。これによりライオンの狩猟遠征はより簡単になり、期間が短くなります。灼熱の暑さの中、ローンアンテロープはライオンと生き残りをかけた戦いを繰り広げています。これはアフリカの大型アンテロープの一種で、体の強さを利用してライオンの鋭い歯を避けることに成功しています。しかし重傷を負って動けなくなってしまった。ライオンたちに再びチャンスが訪れる。成長したばかりのメスライオンは経験が浅く、このような大きなカモシカを狩るのに苦労します。アントロープには逃げるチャンスがありますが、キズが命を妨げます。何度か試みた後、ライオンはついに狩りを完了します。これはアフリカでのプロの狩猟マシンへの道における最初の勝利を意味します。野生下ではより速く走れば生き残る可能性が高くなります。アンテロープはワニの攻撃から全力で逃げますが、ライオンと対峙しなければなりません。しかしアンテロープは鋭くて長い角を持っており、この武器をうまく使ってライオンをかわし生き残り続けます。しかし捕食者は常にアンテロープを取り囲んでいます。ライオンでなければ野生の犬やハイエナです。開けた地形は野生の犬、ハイエナ、レイオンの戦場となります。野生の犬とハイエナは常に輪を形成し、噛みつきでアンテロープに奇襲を仕掛けます。一方、アンテロープは鋭い角を使って抵抗することで大きな勇気を示します。数の不一致は明らかで、アンテロープはアフリカの2つの悪名高い捕食者の餌食となっています。
草原ではカモシカが群れを作って集まりますが、ハイエナは果敢に子供を狩ります。両親は鋭い角でハイエナを繰り返し攻撃しますが、この狡猾で機敏な捕食者は赤ちゃんアントロープを獲物に変えることに成功します。そして日和見的な捕食者となるとハイエナが優勝します。アンテロープが後ろ足を負傷して休んでいるとき、ハイエナが近づいてきて不意に襲いかかります。アンテロープは抵抗しようとしますが、他のハイエナがこの食事に参加するために到着します。新しい日が来るたびに危険が増大します。アントロープはヒョウがいつ近くに潜んでいるか知りません。なぜならこの大型のネコ科動物は非常に忍び深いからです。アントロープの1匹がターゲットとなり、ヒョウは加速して襲いかかります。足の遅い奴らが餌食になる。豊富な経験を持つヒョウはこの狩猟において優れた能力を持っています。ヒョウの膨大な数の獲物の中で、おそらくアンテロープがこの捕食者のお気に入りです。ヒョウは木のてっぺんに住んでいることが多く、静かに観察して標的を選びます。そしてまるで幻のようにこっそりとカモシカに襲いかかります。首をひとかみするとアンテロープは呼吸を停止します。そしてその後はヒョウだけのご馳走です。しかしもし野生の犬が成獣の水牛を倒すとしたら、それはほとんど不可能に思われるでしょう。しかしそれは可能性の領域から完全に外れているわけではありません。15頭以上の野生の犬の群れを率いて、彼らは完璧な狩猟戦術を実行します。追跡、群れを分離し、獲物が疲れ果てるまで執拗に追いかけ、最後に鋭い歯で仕留めます。この完璧な一連のアクションがまれで壮観なスペクタクルを生み出します。ヌーも野犬が好む大きな獲物で、体重は最大300キロにもなります。このような大きな個体でも野生の犬の標的になる可能性があります。長い追跡、包囲、攻撃のプロセスは同じです。夏の間、この地域では野生の犬が主要な捕食者として君臨します。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。一番印象的だった瞬間は何でしたか？もし何かご意見がありましたら、ぜひコメントをお寄せください。次の動画をもっと興味深いものに改善するために、皆さんからのご意見を歓迎します。そして、いいね、共有、チャンネル登録をクリックして、最新の動画情報を受け取ってください。どうもありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。